どうも、キーツクデカ今田です。おいしょ。ハプニング。プルコニビーム。倒せねえよ。というわけでですね、今回今田ラビで仰天シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。うわどうも。こんばんは。あれひどうぞ。おー、ミスター関、髪切った。タモリか、お前は。今回の仰天シリーズは、世界で年間にとてつもない人数の人間が亡くなっている交通事故。しかし、とある見た目なら絶対に死ななくなるらしいよね。というわけでですね、今回その絶対に死なない人間について触れていきたいと思います。WHO が発表したレポートによると、世界では24秒に1人、年間で135万人が交通事故で亡くなる人がいると報告されてるのね。では人間がどんな体をしていれば交通事故に巻き込まれても一命を取り留めることができるのかを専門家たちが追求した結果、このような人類が生まれたのよ。ということで、この人類の名前っていうのはホモタイククルマンとかなんていうか日本っぽいな。そして彼の名はグラハムといい、オーストラリアの交通事故委員会主導のもと、メルボルン大学の外科医、交通事故調査官、彫刻アーティストといった各分野のプロフェッショナルが集められ、交通事故で無敵の男が誕生したのね。 JR に置いてきた。実験すんな。そしてまずは頭部の断面図を見てみると、脳が小さいように見えるけども、頭蓋骨が異常に大きいだけで、脳のサイズは我々人類と変わらないらしい。頭のサイズはもうここだしょ。え、そうですね。すっごいかっこよくないか。我に戻る。しかし脳と頭蓋骨との間には広いスペースがあるけども、ここは大量の髄液で満たされており、赤い筋のような部分が事故の衝撃を吸収する役割を持っているらしいのね。そして顔面は横から見るとくの字に曲がってるのよ。だるまみたい。転がせよ。次に正面から顔を見てみると、首が撤去され、耳と鼻は陥没している。そして顔の内部を見てみると、脂肪の塊が顔面を覆っており、これが衝撃から顔面を守る役割を担っているね。これガソリン漏れて火つけたら終わりそうだよね。地球燃えちゃうだろ。そして次に背後に注目してみると、まるでペンギンのようなシルエットをしており、頭と肩がつながってるのね。そしてムチ打ちや神経の損傷による全身麻痺や下半身不随、首の骨折など命に関わる怪我を防ぐため、肋骨を肩の上から頭蓋骨まで延長してるのよ。刀に弱そう。切ろうとすんな。そして事故の際に最も力が集中する首を保護しているのね。そして胸の部分には大量の乳首がついており、非常にグロテスクだけども、ここから空気が入るようになってるのよ。なんとエアバッグが体内に搭載されており、内臓を事故の衝撃から守る設計となっているのね。これマーク・ザッカーバーグの体にも入ってる。キモすぎだろ。そして彼の膝も特殊な作りとなっており、一方向にしか曲がらない我々とは違い、180度に曲がるようになってるのね。そして交通事故において膝の怪我というのが非常に多く、足を失ってしまう人もいるけども、彼の膝は骨折しないのよ。そしてさらに驚きなのが、彼はかかとの上にかかとがある。2かかと。その単位やめろお前。厳密には我々には存在しないすねの関節らしいけども、これは彼が歩行者だった場合、このすね関節を強靭なひらめきんで動かすことにより、衝突してくる車を驚異的な跳躍力でジャンプし回避するためのものであるというね。これだけでよくない。よくねえよ。そして彼がドライバーの場合でも、オープンカーであれば回避は可能なのね。そして彼の皮膚は分厚く硬い素材となっており、かすり傷すら受け付けないのよ。椅子にしたい。壊れちゃうな。これには傷跡から事故のトラウマが蘇ることや感染症などを防ぐためらしいけども、開発チームの過保護さが伺えてしまうのよ。このプロジェクトは一見頭の良い人たちが全力で頭の悪いことをしているように思えるけども、これには交通事故をなくさないのならこの体にならないと耐えられないよという深いメッセージが込められているというよね。近い将来ね、日本中を荒木持ってるかもしれない。あ、気持ち悪いですからね。ガチで吐くの。